じゃあ、共産党の志位委員長との会談についてお願いします。はい、先ほど共産党の志位委員長をはじめ幹部の方から3つの提案がありました。それは、安保法案を廃止しなきゃならないと、そして、そのためには安倍政権にの危うさを感じているそれぞれの政党みんなが協力して連合政府を作ろうと、そして3点目はその目的を達成するために選挙協力をお互いにしていこうと、まあ、こういうことでした。私としてはその3点は基本的に理解をいたしますと、また特に共産党が今まで全選挙区、国政でもあるいは地方選挙でもほとんど全てに候補者を立ててきました。その従来の方針を全く転換して、安倍政権に代わる新しい政府を作るために力を合わせようという話ですので、私はその大胆な決断を評価するというふうに申し上げましたし、事実この共産党の方針転換は非常に大きな意味を持つものだと思います。我々も共産党に先を越されたような格好になっちゃったけれども、それぞれ各野党あるいは自公政権では国民のためにならないとそう思う人たちが力を合わせて自公に代わる政権を作るために力を合わせて頑張っていくということだろうと思います。まあ、今後そのためにお互いに緊密に連絡を取り合いながら努力をしていきましょうと、まあ、いうことで、今日の会談は終わりました。